8時に起きます。それから朝ごはんを食べます。それからお風呂に入ります。8時に起きて朝ごはんを食べてお風呂に入ります。8時に起きて 朝ごはんを食べてお風呂に入ります。渋谷で電車に乗ります。品川で新幹線に乗り換えます。京都で降ります。 渋谷で電車に乗って、品川で新幹線に乗り換えて京都で降ります。渋谷で電車に乗って、品川で新幹線に乗り換えて京都で降ります。朝起きて、散歩して、働きます。 本を読んで手紙を書いて寝ます。海で泳いでシャワーを浴びて音楽を聴きます。勉強してテレビを見て寝ます。 お風呂に入ってからご飯を食べます。テレビを見てから勉強します。 泳いでから寝ます。妻に電話をしてから家に帰ります。 朝起きて買い物してカラオケをします。友達に会ってカフェへ行ってコーヒーを飲みます。 宿題をしてからゲームをします。散歩してからシャワーを浴びます。 買い物してからカフェへ行きます。お疲れ様でした。